半七捕物帳。カニのおかく。岡本喜道。一。団子坂の菊人形の話に続いて、半七老人はさらにカニのおかくについて語り出した。団子坂で外国人らの馬を盗んだ一件は、馬蹄平吉の召し取りによって、ひとまず落着したが、その関係者の一人たる、カニのおかくは、早くも姿をくらまして、行方不明となった。したがって、この物語は、前者の姉妹編とでも言うべきものである。カニのおかくという女は、だんだん調べてみると、札付きの爆連物で、カニの彫り物は、両腕ばかりでなく、両方の胸にも掘ってあるのです。つまり、二匹のカニのハサミが右と左の乳首を挟んでいるという図で、面白いといえば面白いが、これはなかなかの大仕事です。大体彫り物というものは背中へ掘るのが普通で、胸の方まで掘らないことになっている。背中に掘るのは我慢ができるが、胸に掘るのは非常に痛いので、大抵のものには我慢ができない。大の男でも胸の方は筋彫りだけでやめてしまうのが随分あります。その痛いのを辛抱して女のくせに両方の乳のあたりにカニの彫り物を仕上げたんですから、それを見ただけでも大抵のものはぎょっとする。そこへつけ込んで相手を脅しにかかるというわけで、こんな爆連女は男よりも始末が悪い。今はどうだか知りませんが、昔はこんな悪い女がいくらもいたもので、こんな奴は奉行所の知らせへ出ても散々ふてくさって、かかり役人を手こずらせる。どうにもこうにもしようがないのでした。前にも申した通り、団子坂の一件は文久元年9月の出来事で、それは間もなく片付きましたが、おかくだけが姿を隠してしまいました。しかし、おかくは馬を盗んだ本人ではなく、ただその手伝いをして一匹の馬を引き出したというだけですから、この一件だけで言えば罪の軽い方で、どこまでもその後を追って詮議するというほどのこともなかったのです。他にも巾着切りやゆすりがありますが、これとても昔はあまり厳しく詮議しなかったのですから、そのまま無事に過ごしていれば、暗いところへ行かずに済んだかもしれませんが、こんな女は無事に世を送ることはできない。結局は何事かしでかして、いわゆるお上のお手数をかけるということになるのです。さて、これからがお話です。その翌年、すなわち文久二年の夏から秋にかけて、はしかが大変に流行しました。いつぞや、カムロヘビのお話の時に、安政五年のコロリのことを申し上げましたが、それから四年目には、はしかの流行です。安政の大コロリ、文久の大はしか。この二つが江戸末期における流行り病の両大関で、実に江戸中の人間を怯えさせました。これもその年の2月、長崎へ来た外国船から流行り出したもので、3月頃には京大阪に伝わり、それが東海道を越えて、5、6月頃には江戸に入ってくると、さあ大変。四年前の大コロリと負けず劣らずの大流行で、角波にバタバタ倒れるという始末。いや、全
全く驚きました。コロリはもちろん外国船のお土産です。はしかは昔からあったんですが、今度の大流行はやはり外国船のお土産です。そんなわけで黒船は悪い病を流行らせるという噂が立って、江戸の人間はいよいよ異人を嫌うようになりました。中には異人が魔法を使うの、狐を使うの、ネズミを放すのと、まことしやかに言いふらすものもある。はしかは6月の末からますます激しくなって、7月の七夕も裏盆もめちゃめちゃでした。何しろ日本橋の上を通る弔いの早桶が毎日200も続いたというのですから、お察しください。それでも達者で生きている者は、中元の霊を見合わせるわけにもいきません。私の子分の滝地というやつが、7月11日の夕方に、本所の晩場まで中元の砂糖袋を下げていって、その帰りに、両国の方へ向かって大川端をぶらぶら歩いてくる。今日とは違って、片側は大川、片側は武家屋敷ばかりで、日が暮れると往来の少ないところです。しかし、日が暮れたと言っても、まだ薄明るい。ことに、滝地は商売柄、夜道を歩くのは慣れているので、平気で横網の貸しのあたりまで来かかると、向こうから二人の男が来るのに会いました。見ると二人は早桶を差し見ないで担いでいる。この頃の弔いは珍しくもないのですが、誰も提灯も持っていない。まだ薄明るいとは言いながら、日暮れ方に早桶を担ぎ出すのに、無提灯はおかしいと、滝地はすれ違いながらに、その二人の顔を透かしてみると、なんと思ったか、二人はにわかにうろたえて、担いでいる早桶を大川へ、ざんぶりと投げ込んで、一目散に引っ返して逃げ出したのです。滝地もいささか面食らって、その後を追っかける元気もなく、ただぼんやりと見送っていましたが、何しろ早桶を放り込んだのを、そのままにしておくわけにはいかないので、とりあえず、両国の橋番小屋へ駆けつけて、船を出してもらいました。大方この辺りであったかと思ったところを探してみると、果たして新しい早桶が引き上げられました。その早桶の蓋を開けると、30前後の男の死骸が現れました。死骸はすっぱだかで、どこにも傷の跡はありません。まず普通の病死らしく見えるのですが、ただ一つ不思議なのは、その額の真ん中に犬という字が筆太に書いてあるのでした。いかに貧乏人でも古浴衣ぐらいは着せてやるのが当然であるのに、この死骸はすっぱだかにされて額には犬と書かれている。これには何かの司祭がありそうだと滝地も考えました。第一、それが普通の病死で、どこかの寺へ送って行くならば、滝地の顔を見て、驚いて早桶を大川へ放り込んで逃げ出すはずがありません。これには何かの秘密があるのはわかりきっています。おそらく、かの二人は滝地の顔を見知っていて、飛んだ奴に出会ったと、終生狼狽して、早桶を放り込んで逃げたのでしょう。平気ですれ違ってしまえば、滝地の方では気がつかずに通り過ぎたかもしれなかったのですが、あんまり慌てたので、帰ってボロを出したのです。しかし、滝地の方では、その二人の顔に
見覚えがあるようなないような、どうもはっきりした見当がつかないので困りました。どこの誰ということを思い出せばすぐに探索に取り掛かるのですが、それが思い出せないので手のつけようがない。これには私も困りました。この死骸は型のごとく検視を受けて近所の寺へ仮埋めされたことは言うまでもありません。死人の額へ三角の紙を当てて、それに死の字を書くのは珍しくないが、額に犬という字を書くのは珍しい。まあ、犬畜生のようなやつだというのではないかと思われます。江戸時代の吉原では、心中した娼婦の死骸は裸にして葬ると言い伝えていますが、その他には死骸を裸にして葬るという話を聞きません。どう考えても、この死骸は因縁付きに相違ないのです。こう申せば、いずれこの事件にカニのおかくがかかり合っているということは、大抵お察しがつくでしょうが、どういうふうにかかり合っているかというのがお話です。まあ、お聞きください。それから二日目の7月13日の夕方である。神田の半七のうちでは、裏盆の向かい火を焚いて、半七とおせんの夫婦が角口へ出て拝んでいると、旅姿で草履を履いた一人の男が、その向かい火の煙の前に立った。親分、ご無沙汰をいたしました。あら、さんちゃんかえ、と、おせんがまず声をかけた。ええ、三五郎ですよ。お迎え火を焚いているところへ、とんだお少量様が来ましたよ、と、彼は笑いながら会釈した。彼は、高輪の弥平という岡っ引きの子分の三五郎で、江戸から出役の与力について、2、3年前から横浜へ行っているのであった。それと見て、半七も笑った。いやあ、三五郎か。久しぶりだ。まあ、入れ。うちへ通されて、客と主人は向かい合った。江戸じゃ悪いはしかが流行るそうですが、どなたもおかわりがなくて結構ですと、三五郎は言った。まったく悪いものが流行るので、世間が不景気でいけねえ。横浜はどうだ？横浜でもちっとは流行るそうですが、まあ、大したこともないようですよ。そこで、今度は何しに出てきた？盆が来るので、お墓参りか、と半七は聞いた。そうでございます、と言いてえのですが、どうも、札付きの親不孝で、と、三五郎は頭をかきながら、また笑った。実は親分に無理を願いに出たのですが、どうでしょう、横浜まで乗してくださいますねえか。横浜に何かあったのか。わしらだけじゃまとまりそうもねえことが失態したので。彼は弥平の子分であるから、本来ならば高輪の親分のところへ荷を下ろしそうなものであるが、江戸にいたときに、半七の世話になったこともあり、現に去年の3月、半七が偉人の首の取り物で横浜へ出張った時に、その手伝いをした関係もあるので、彼は高輪を通り抜けて神田まで訪ねてきたらしい。半七はうちわを使いながら聞いた。ことによっちゃ踏み出してもいいが、一体どんな筋だ？居留地の偉人館の一件ですがね、去年の9月、男偉人2人と女偉人1人が江戸見物に出てきて、団子坂で殴られたり石をぶつけられたり、
ひどい目に遭ったことがあるそうですね。うん。俺もそれにかかり合ったのだ。その偉人がどうかしたのか。男偉人の一人はハリソン、一人はヘンリー、女はアグネスと言って、ハリソンとアグネスは夫婦なんです、と三五郎は説明した。ところが、この8日の晩に、ハリソン夫婦が変死したのです。亭主のハリソンは自分の部屋の寝台の上に喉を疲れて死んでいる。女房のアグネスは庭の木の陰に倒れているというわけで、もちろん下手人はわかりません。そこでその探索を戸辺の奉行所へ頼んできたのですが、相手が偉人だけに手をつけるのが難しい。偉人の方じゃ日本人が殺したことに決めているようですが、偉人同士だって人殺しをしねえとは限らねえから、この探索はなかなか面倒ですよ。アグネスとかいう女房も殺されたのだな。そうです。だが、こいつは少しおかしい。何かの獣にノロと足を食われたらしい。最初に右の足を噛まれて倒れたところへまた飛びついて喉を噛んだらしいというのですが。おめえはその死骸を見たのか？見ません。偉人らは死骸を見せるのを嫌がって誰にも見せねえ。ただ口の先で訴えるだけだからどうも始末が悪い。ハリソンは近所に召喚の店を持っていて、自分の家には女房のアグネスと富太郎というコックと、お歌という雇い女と、上下合わせて4人暮らしです。富太郎は江戸の本所生まれで今年26、お歌は保土ヶ谷生まれで今年21。それだから誰の考えも同じことで、富太郎とお歌はかねて出来合っていて、主人夫婦を殺して金を取ろうとしたのだろうということになるのですが、二人は駆け落ちでもしたのか。いいえ、ただあっけに取られてまごまごしているところをすぐに引き上げられてしまいました。二人が果たして出来合っていたことは白状しましたが、その他のことは一切知らないと言い張っていて、いくら責められても落ちねえので、役人たちもこの二人には見切りをつけて他を探ってみることになったのです。そこでわしの考えるにゃ、ハリソン夫婦を殺した奴はどうも偉人仲間じゃねえかと思うのですが、どんなものでしょう。女房の方は獣に食い殺されたらしいと言ったな、と半七は少し考えていた。いくら偉人だって、トラヤシ氏を日本まで連れてきていやしねえ。犬だろうな。妖剣ですよ、と三五郎はうなずいた。ハリソンのうちには大きい赤い妖剣を飼っていたそうですから、多分その妖剣の仕業だろうというのですが。そうすると、亭主は人に殺されて、女房は、犬に殺されたということになるのだが、その犬はどうした？どこへ行ったか、その晩から犬の行方は知れねえそうです。そこでまたこんなことを言うものもあるのです。何かの司祭があって、女房が亭主を殺して庭先へ逃げ出すと、飼い犬が主人の仇とばかりに飛びかかって、その女房を食い殺したのかもしれないと。なるほど、それも一理屈あるようですが、それならばその妖剣がそこらにうろついていそうなものだが、どこへ行ったか姿を見せないのはおかしい。わしの鑑定じゃ、女房を食い殺したのはハリソンのうちの妖剣じゃなく、おそらく他の犬だろうと思うのです。ハリソンの飼い犬は邪魔になるので、仕事にかかる前に、毒でも食わせるか、ぶち殺すか、何とかして押し片付けてしまって、他の犬を連れ込んだのじゃねえかと。
それにしてもわからねえのは、亭主を刃物で殺すくれえなら、女房も同じ刃物で殺してしまいそうなものだのに、なぜ犬なんぞを使って食い殺させたのか。それとも自然にそうなったのか。そこらの謎が解けねえので、どうも確かなところをつかむことができませんよ。夫婦が殺されたときに、何か紛失物はねえのか、と半七はまた聞いた。知り合いの偉人たちが立ち会って調べたそうですが、これぞという紛失物もないようだということです。亭主を殺した刃物は何だ？多分、大きいナイフ。西洋の小刀だろうというのですが、現場にはそんなものは残っていなかったそうです。ハリソンはいつから渡ってきたのだ？去年の2月です。店の方には2人の偉人と3人の日本人を使っています。日本人は徳助、大助、義兵といって、みんな若い奴らです。商売は偉人館ですから、やっぱり糸と茶を主に仕入れているようですが、偉人仲間の噂じゃ、相当に金を持っているらしいということです。そこで、親分、いよいよ踏み出してくれますかえ。言ってみてもいいが、俺の一存で返事はできねえ。たとえ七里の道中でも、横浜となれば足りだ。八丁堀の旦那に相談して、そのお許しを受けにゃならねえ。明日の昼過ぎに、もう一度来てくれ。ようがす。久しぶりで江戸へ帰ってきたついでに四五軒顔出しをするところがありますから、明日また出直してまいります。三五郎は何か横浜の土産を置いて帰った。それと入れ違いに多吉が来た。たった今横浜から三五郎が来たよ。そりゃ、惜しいことをした、と多吉は舌打ちにした。あいつ、この頃は景気がいいと言うから、見つけ次第に貸しを取り返してやろうと思っていたのだが。いくらの貸しだ？三部さ。三部の貸しを執念深く付け狙うほどのこともあるね、と、半七は笑った。実は、あいつも商売用で出てきて、俺に加勢を頼むのだ。都合によったら旅へ出なけりゃならねえ。横浜へのすのですか。半七から一通りの話を聞かされて、多吉は司祭らしくうなずいた。そいつは、なんとか早く拉致を開けてやらなけりゃいけますね。日本の役人、ペケありますなんて、下等人どもに笑われちゃ尺ですからね。大きくいや、そんなものだ。明日八丁堀へ行って相談したら、旦那方も多分承知してくださるだろう。ところで、例の大川の一件だが、三五郎の話を聞いているうちに、ふいと胸に浮かんだことがある。というのは、大川へ放り込まれた死骸の額には、犬という字が書いてあったとかいうのだが、横浜で死んだ女偉人は、妖犬に食い殺されたのだそうだ。江戸と横浜じゃちっとかけ離れすぎているようだが、世の中のことはどこにどういう意図を引いていねえとも限らねえ。どっちも犬に縁があるのを考えると、そこに何かのかかり合いがあるのじゃあるねえか。そういえばそんなものかもしれねえが、と多吉は疑うように首をかしげた。なんぼなんでも、横浜で殺したものを江戸までわざわざ運んできやしますね。あっちにも捨て場所はいくらもあるはずだ。理屈はそうだが、理屈でばかり寄せねえことがある、と、半七も首をかしげながら言った。何しろ、留守を頼むから、おめえは大川の一件を根よく調べてみてくれ。俺は横浜へ行って、一働きしてみよう。三五郎は別として、他に誰か連れて行きますかえ。松吉を連れて行こう。
あいつは去年も一緒にいて、少しは土地の勝手を知っているはずだ。もっとも横浜も去年の10月にだいぶ焼けたというから、また様子が変わっているかもしれねえ。横浜は焼けましたかえ。10月の9日から10日の昼にかけて、町屋は随分焼けたそうだ。異人館は無事だったというから、ハリソンの家なんぞは元のままだろ。火事を逃れても夫婦が殺されちゃ何にもならねえ。老子が切り込んだのじゃありますねえね。俺も一旦はそう思ったが、侍ならば刀でバッサリやるだろう。小刀のようなもので喉をついたり犬を使ったり、そんな小面倒なことをしやしねえ。そうでしょうね。じゃあ、明日また様子を聞きに来ます。多吉の帰った後で半七は旅支度にかかった。横浜までは一日の道中に過ぎないが、その時代には一種の旅である。半七は女房に言いつけて、新しい草履や傘を買わせた。3あくる朝、半七は八丁堀同心の屋敷へ行って、丹沢ご老子を訪ねた。丹沢は、去年の団子坂一軒に立ち会った関係があるので、その異人夫婦の死を聞かされて、眉を寄せた。よくよく運の悪い連中だな。そういうわけなら行ってみてやれ。彼も多吉と同じように、こんなことがいつまでもはかどらないと外国人に対して神のご意向が自然に薄らぐ道理であるから、せいぜい働いて早く埒を開けろと言った。半七は承知して神田の家へ帰ると、松吉は朝から待っていた。やがて三五郎も来た。三人が昼飯を食いながら相談の末に、明日を待つまでもなく、これからすぐに発足することになった。秋といっても、七月の日はまだ長い。途中で籠を雇ってくれないうちに、六号の私を越えてしまえば、今夜は神奈川に泊まることができるというので、三人は急いで出た。見送りに来た多吉と幸次郎に品川で別れて、半七らは、鮫洲から籠に乗った。予定の通りに、神奈川の宿に泊まって、あくる15日に横浜に入ると、今日は朝から晴れて残暑が強かった。戸辺の奉行所へ行って、係の役人らにも会って、所持の打ち合わせをした上で、半七らは、三五郎に案内されて、居留地の異人館を一応見届けに行った。ハリソンの自宅には錠が下ろしてあるので、三五郎はその隣に住む同国人のヘンリーを訪ねた。ヘンリーは団子坂の道連れでハリソンの空き家の管理人となっているのである。かの事件以来、ヘンリーは奉行所へも再三出頭して、三五郎の顔を見知っているので、すぐに鍵を持って出た。彼は三人を案内して、ハリソンの家打ちを見せてくれたので、半七と松吉は珍しそうに見て歩いた。ヘンリーは片言ながらも日本語を話すので、半七は参考のためにいろいろの質問を提出したが、双方の言葉がよく通じないので、要領を得ないことが多かった。奉行所から通詞を頼んでくればよかったなぁ、と、半七は自分の不注意を悔やんだ。ハリソンの部屋で半七は三脚のある機械を見つけた。彼はそれを指さして聞いた。これ、何ですか？それ、フォト。おう、
写真ありますとヘンリーは答えた。はは、写真かとハンシチはうなずいた。我が国における写真の歴史を今ここに詳しく説いている暇はないが、安政元年の春頃から我が国にも写真術の伝わっていたことを断っておきたい。アメリカの船員が我が役人らを撮影し、合わせてその技術を教えたのが講師であるという。その以来、写真術は横浜に広まって、江戸から修行に行く者もあった。今年文久2年は、それから8年の後であるから、横浜はもちろん、江戸にも写真術を心得ている者が相当にあったことを知らなければならない。ただし、その時代の写真師は、特別の依頼に応じて撮影するか、あるいは風景の写真を販売するかにとどまって、明治以後の写真店のように、一般の来客を相手に開業するものはなかったらしい。しかも、世に写真というものがあり、江戸にも横浜にも写真師というものがあることを、半七はかねて知っていたので、一種の好奇心を持って、その三脚の機械をしばらく眺めていると、ヘンリーはさらに説明した。ハリソンさん写真上手ありました。日本人、習いに来ました。その日本人は何と言いますか、と半七は聞いた。島田さん、長崎の人あります。歳はいくつですか？歳、知りません。若い人です。27、28、30。だんだん聞いてみると、その島田という男は、長崎から横浜へ来て写真術を研究しているが、日本人に習ったのでは十分の練習ができないというので、何かのつてを求めてハリソンの家へ出入りするようになった。ハリソンは商人で、元より専門家ではないが、写真道楽の腕自慢から喜んで島田にいろいろの技術を教えた。島田も器用でよく覚えた。その以上のことはヘンリーの日本語が不完全のために詳しくわからなかった。島田は横浜に住んでいたが、去年の11月の火事に焼けて、一月余りはハリソンのうちの厄介になっていたことがある。それから神奈川に引き移って、今もそこに住んでいるはずであるが、ヘンリーはその居所を知らないと言った。ハリソンが死んでから、島田という人はここへ来ましたか？と、半七は聞いた。ハリソンさん、8日の晩に死にました。その後、島田さん一度も参りません。知らせてやりたいと思いますが、島田さんのうち知りません。犬はどうしました？と半七はまた聞いた。犬、犬、とヘンリーは顔をしかめながら言った。死にました。殺されました。犬の死骸、川に沈んでいました。彼はその事実を完全に言い表せないらしく、しきりに手真似をして説明するところによると、ハリソンの飼い犬は、よほど残虐な殺され方をしたらしい。目玉をくり抜き、舌を切り、喉を刺し、腹を裂き、あらん限りの残虐な手段を用いた上で、その死体を川へ投げ捨てたらしく、昨日の朝、すなわち三五郎が江戸へ出ている留守中に発見されたのである。なぜそんな残酷な殺し方をしたのか、ヘンリーにも想像がつかないというのであった。あなた、島田という人の写真、持っていませんか？と、半七は
重ねて聞いた。私ありませんとヘンリーは答えた。しかしハリソンは島田を撮影したことがあるに相違ないから、何かの必要があるならば調べてみようというので、ヘンリーはハリソンの机の引き出しや手文庫などを捜索して、40〜50枚の写真を見つけ出してきた。さすがは写真道楽だけあって、人物や風景や皆鮮明に映し出されているのを、半七らは感心しながら覗いていると、ヘンリーはやがて1枚の写真を取り上げた。ありました。ありました。これ島田さんあります。半七はその写真を受け取って眺めると、なるほど、それは27〜28から30ぐらいの細面の男で、その人品も卑しくなかった。おめえはこれを知らねえか、と半七はその写真を三五郎に見せた。知りませんね。多吉を連れてくればよかったな。いううちにヘンリーはさらに他の写真をテーブルの上に並べた。それは本木あたりの風景の写真であった。次に並べられた1枚の写真。それを一目見ると半七も松吉も思わず身を動かした。それは女の裸体写真であった。女は肌に一糸をつけない赤裸で、その右左の胸と右左の腕にカニを彫っていた。おい松、不思議なところで不思議な人に会ったな、と半七は小声で言った。と松吉はうなるようにため息をついていた。40〜50枚の写真全部を改めた中で、獲物は島田の写真と女の裸体写真の2枚に過ぎなかったが、これは意外な獲物であると半七は思った。彼はヘンリーに頼んでその2枚の写真を借りてくることにした。その女、島田さんの親類ありますとヘンリーは教えた。私、この人、泥棒と間違えました。私、悪いことしました。団子坂でこの女に会いましたか?と、半七は聞いた。そうです、そうです。団子坂。私、その女、泥棒と間違えました。日本の人、皆怒りました。ハリソンさん、アグネスさん、私、皆殺されそうになりました。ヘンリーの説明によれば、その女は島田の紹介でハリソン方へ出入りすることになったのである。女の体に珍しい彫り物があるので、ハリソンは無理に頼んで撮影させてもらって、その報酬としてたくさんの金を彼女に与えた。彼女も、島田と同じく神奈川に住んでいるとのことであるが、やはりその居所を知らないとヘンリーは言った。もうこの上に探索のしようもないので、半七はヘンリーに別れてここを出た。出るとき庭を一巡すると、アグネスの死体はここに横たわっていたとヘンリーが指さして教えた。そこは庭の片隅で大きい椿が緑の影を作っていた。半七はそこらをくまなく見回したが、別に目につくようなものもなかった。親分、妙な写真を見つけましたね、と三五郎は歩きながら言った。これはカニのおかくという女だ、と半七は懐から写真を出して見せた。こいつがハリソンの家へ出入りしていようとは思わなかった。こんな奴が出入りをして、すっぱだかの写真なんぞを撮らせるようじゃ、
まだ他に何をしているかわからねえ。この一件にはおかくがかかり合っているらしい。それから島田というやつ、多分島に田を書くのだろう。こいつも何かのかかり合いがありそうだ。俺は死骸を見ねえから確かなことは言えねえが、額に犬という字を書かれて大川へ放り込まれたのは、この島田というやつかもしれねえ。ハリソンの犬をうまく殺したやつは誰でしょうね。相手は犬だ。何もそんなにむごとらしく殺すにゃ当たらねえ。何かその犬によっぽどの恨みがあると見える。半七は言った。犬をなぶり殺しにした上に、島田の額には犬と書く。この一件には犬が絡んでいるに相違ねえが、去年の団子坂は狐使いでしたが、今度は犬ですね、と松吉は口を出した。四国には犬神使いというのがあるそうですが、そんなものが横浜まで出てきやしますね。まあ、黙って少し考えさせてくれ。もう午後に近い初秋の暑い日に照りつけられながら、半七は港の町をぶらぶらと歩いて帰った。4。さあ、これからだと、半七は、やがて途中で立ち止まった。島田も大角も神奈川とばかりで、その居所がわからんねえじゃ少し困る。横浜には島田の他にも写真を始めているやつがあるだろう。それに聞いたらわかりそうなものだが。そうです、そうですと、三五郎はうなずいた。横浜にもこの頃は写真を撮るやつが、二三人いるはずです。誰かに聞けばわかるでしょう。この暑いのに大勢が駆け回ることはありません。これは土地っ子のわしに任せて、お前さんたちはいつもの上州屋で涼んでいてください。上州屋は去年も一昨年も泊まったことがあるので、半七と松吉はここの二階で休息することにして、三五郎と一緒に昼飯を食った。まあ、横になって昼寝でもしておいでなせ、夕方までには帰ってきます。三五郎は箸を置くとすぐに出て行ったが、17時半、午後五時頃に汗を拭きながら戻ってきた。彼は威勢よくはしごを駆け上がって、半七らの座敷に顔を出した。今帰りました。いやあ、ご苦労、と、半七は、うちわの手を休めた。どうだ、わかったか。わかりました。最初に、大泉というやつを尋ねると、こいつは近頃来た人間で、島田のことはよく知らねえと言うのです。それから、橋本というやつのところへ行くと、これは大抵のことを知っていました。橋本の話によると、島田は長崎の生まれで、年頃は28区、江戸にも2、3年いたことがあるそうですが、一昨年頃から横浜へ来て写真を始めたのです。去年の火事に焼けてから神奈川の本宿へ引っ込んで、西の町に住んでいるそうですが、女房子のない一人者で、五八という若い弟子と二人っきりで、男女体を張っているということです。島田の名は何というのだ。小吉です。酒は少し飲むが、別に道楽もない様子で、世間の評判も悪くないそうです。写真の修行のためにハリソンの家へ出入りをしていることは、仲間内でもみんな知っていて、本人も俺は西洋人について修行しているのだなどと、自慢しているということです。そこで親分、どうします?明日は早々に神奈川へ行ってみますか?コックと雇い女を調べてえのだが、
引き上げられていちゃあちっと面倒だ。ともかくも明日は神奈川へ行ってみよう。本人は留守でも弟子が残っているだろう。じゃあ明日また出直してまいります。それから世間話などをして三五郎は帰った。明日は早いからというので今夜は五つ半。午後九時ごろから茅屋に入ったが、あいにくと上州商人の三人連れが隣座敷に泊まり合わせて、夜の更けるまで生糸の売り込みの話などを声高に喋っているので、半七らは容易に眠られなかった。横浜は江戸よりも涼しいと聞いていたが、残暑の夜はやはり寝苦しかった。今日は盆の16日、横浜にも藪入りはあると見えて、朝から往来は賑わっていた。三五郎の来るのを待ちかねて、半七と松吉は早々に宿を出ると、今日も晴れて暑かった。藪入りにはお忘れ向きだが、俺たちには難儀だなぁ、と松吉は真っ青な空を仰ぎながら言った。宮の私を越えて神奈川の宿に行き着いて、西の町の島田の家を訪ねると、思いのほかに早く知れた。東海道から湖畔町も山手へ入った横丁の右側で、畑の中の一軒家のような茅葺き屋根の小さい家がそれであった。表には肩ばかりの粗い垣根を行って、まだ青い系統が五六本ひょろひょろと伸びているのが目についた。門の柱には西洋写真という大きい看板がかけてあった。門といっても木戸のような作りで、それを押せばすぐに開いた。ごめんなさい。三五郎がまず声をかけると、二十歳ばかりの若い男がうちから出てきた。島田先生はお家ですか？男はしばらく無言で三五郎の顔を眺めていたが、やがて低い声で答えた。先生は留守です。どちらへお出かけですか？江戸へ。入れ替わって半七がずっと入った。少しお前さんに聞きたいことがある。私らは戸部のお奉行所から来たものです。まあ、縁先を貸しておくんなさい。半七と三五郎は庭を通って縁先へ腰をかけた。松吉は裏手へ回って人の出入りを見張っていた。奉行所から来たと聞いて男も形を改めて挨拶した。何かご用でございますか？お前さんは先生のお弟子さんかえ？と半七は聞いた。はい、五八と申します。見たところ彼は正直そうなおとなしやかな若者であった。先生は江戸へ何しに行ったのですね。商売のことで時々江戸へ参ります。今度も大方そうだろうと思います。ここのうちへ、お角さんという人が来ますかえ。五八は少し躊躇したが、それでも隠さずに答えた。はい。先生の親類ですかえ。五八は黙っていた。それとも、色女かえ。半七は笑いながら聞いた。五八はやはり黙っていた。お角は始終ここのうちに寝泊まりしているのですか？いいえ、時によると半月ぐらい泊まっていることもありますが。先生は異人館のハリソンのところへ始終出入りをしているそうですね。はい、毎月五六度ぐらいは参ります。お角もハリソンのうちに行ったことがありますかえ？
五八はまた黙ってしまった。お前さん、正直そうな顔をしていながら、おかくのことを聞くと、はっきり言わねえのはどういうわけだね、と半七はまた笑った。先生は、おかくを異人館へ連れて行って、カニの彫り物を裸で写させたろう。私はその写真を見てきたのだ。五八はやはり黙っていた。お前さんは知らねえかえ。知りませんと五八は小声で答えた。おかくは今どこにいるね。知りません。先生と一緒に江戸へ行ったのじゃねえかね。知りません。お前さんは先生が江戸で殺されたのを知っているかい？え？と、五八は驚いたように相手の顔を見上げた。それは本当ですか？うん。早おけへ入れたままで大川へ放り込まれた。その額には犬という字が書いてあったよ。犬？と、彼はさらに顔の色を変えた。半七は手を伸ばして五八の腕を掴んだ。さあ、正直に言え、犬がどうした？犬と聞いて貴様の顔色の変わったのがおかしいぞ。ハリソンの要件は貴様たちが殺したのか？それには答えずに五八は声を震わせて叫んだ。お願いでございます。先生の仇を取ってください。その仇を取ってやろうと思って、わざわざ江戸から出てきたのだ、と半七は声を和らげて諭すように言った。お前の先生は、おかくが殺したのだろう。おかくです。きっとおかくに相違ありません。俺もそうだろうと思っていた。こうなったら何もかも正直に言ってくれねえじゃ困る。一体、先生とおかくとはどうして心安くなったのだ。前からの知り合いかえ。前からの知り合いだと言っていますが、どうもそうじゃないらしいのですと、五八は答えた。去年の冬、私どもがここへ引っ越してきて間もなくのことです。先生は、江戸へ写真を売りに行って、その帰り道で、おかくに会って、一緒に連れ立って帰ってきました。それから当分は夫婦のように暮らしていて、正月になってから、おかくはまたどこへか出て行きました。その後はどうしているのか知りませんが、十日目か半月目ぐらいに帰ってきて、しばらくいるかと思うと、またどこへか出て行って、うちの人のような、よその人のような具合で、出たり入ったりしていました。そのうちに、この四月の初めでした。ハリソンさんが本木の写真を撮りに来て、そのついでにこのうちへ訪ねてきますと、ちょうどその時に、おかくも来ていて、ハリソンさんと顔を見合わせて、お互いにびっくりした様子でした。ハリソンさんは去年の9月、江戸の団子坂で菊人形を見物しているときに、女の巾着切りに会いました。それが間違いのもとで、ハリソンさん夫婦も連れのヘンリーさんも大勢に追っかけられてひどい目に遭いました。そのときの巾着切りがおかくであったそうで、思いがけない再会にハリソンさんも一旦は驚きましたが、おかくはどこまでも自分が取ったのではないと言い張ります。私の先生もハリソンさんをなだめて、この女は自分の親類で決して悪いことをするものではないといろいろに弁解しましたので、ハリソンさんもようよう納得しました。もっとも団子坂でおかくを捕まえたときに、おかくは何も持っていなかったと言いますから、確かに巾着切りだという証拠もないわけです。それが縁になって、
おかくも先生と一緒にハリソンさんの家へ時々訪ねていくようになりました。先生は金儲けのためにおかくを連れて行ったのか。さあ、それはどうだかわかりませんが、その後おかくは一人でハリソンさんの家へ行ったこともあります。ハリソンさんと二人連れで神奈川の大の料理茶屋へ遊びに行ったこともあるそうです。おかくの腕は半七の想像以上にすごいものであるらしかった。5。おかくがカニの写真を撮らせたのはいつ頃のことだね、と半七は聞いた。6月の初め、いつ6日頃のことと覚えています、と五八は説明した。これは先生もおかくも私には隠しているので、詳しいことはわかりませんが、何でも二人が夕方に酔って帰ってきて奥で話しているのを聞きますと、おかくはその時裸の写真を撮らせたらしいのです。おかくは酔った紛れに大きな声でこんなことを言っていました。いくら私のような女でも、あんな恥ずかしいことをしたのは生まれて初めてだ。それもみんなお前さんのためじゃないか。だが、後になって考えてみると、あんな真似をして20ドルは安かった。50ドルも取ってやればよかった。それをなだめているような先生の声は低いのでよく聞き取れませんでした。その晩はそれで済んで、そのあくる日からは、いつもの通りに仲良くしていましたが、おかくはその20ドルを先生に渡さないらしいのです。口ではお前さんのためだなぞと言いながら、先生には一文もやらないようでした。おかくは他に男でもあるのか。そんな疑いがある様子で、先生とおかくとは仲がいいように見えながら、また時々には喧嘩なぞをすることもありました。おかくは6月の10日過ぎに家を出て、20日頃まで姿を見せませんでしたが、またふらりと帰ってきて、別に変わったこともなしに暮らしていましたが、その晦日の朝です。先生とおかくは二人連れで出かけましたから、多分、ハリソンの家へ行ったのだろうと思っていますと、やはり夕方に帰ってきましたが、その時には私も驚きました。何を驚いたのだ。先生も少し青い顔をしていましたが、おかくは真っ青な顔をして、目は血走って髪を振り乱して、まるで絵に描いた鬼女のような顔をして、黙って入ってきたかと思うと、出し抜けに台所へ駆け込んで、出刃包丁を持ち出してきて、先生に切ってかかりました。先生は庭から表へ飛び出して、畑の方へ逃げていくと、おかくも続いて追っかけていきました。何が何だかわかりませんが、私も驚いて駆け出しました。ご承知の通り、近所に人家もなく、もう日暮れ方で往来もありません。私は一生懸命に追いついて、後ろからおかくを抱き止めると、先生も引っ返して、ようようのことで刃物を奪い取って、無理に家へ連れ込むと、おかくは先生の懐から紙入れを引きずり出して、それを持ったままで、どこへか出て行ってしまいました。おかくは、はじめからしまいまで、一言も口をきかないで、ただ先生を睨んでいるばかりでした。おかくが出て行った後でも、先生は何にも言いません。これも黙っているばかりですから、おかくがなんで腹を立てたのか、どうして先生を殺そうとしたのか、その子細は、ちっともわかりません。私は煙に巻かれてただぼんやりしていました。
以外の舞台面がだんだんに展開されるので、半七も三五郎も一種の興味を誘われた。おかくはそれっきり姿を見せねえのか、と半七は追いかけるように聞いた。それから五六日は姿を見せません。先生も外へ出ませんでした、と五八は語り続けた。この八日の夕方に、私が宿の銭湯へ行って帰ってきますと、門の中に女の櫛が落ちていました。私はそれを拾って、お客さんが来ましたかと聞きますと、先生は来ないと言いました。こんな櫛が落ちていましたと言って見せましたが、先生はやはり知らないというのです。どうもお客さんが来たらしいと思いましたが、私は押して詮議もしませんでした。ところで、その翌日の9日のことです。私は先生の使いやら自分の買い物やらで朝から横浜へ出て行きました。ついでに友達の家へ寄って昼飯の地層などになりまして、7つ、午後4時ごろに帰ってきましたが、その時に異人館の人殺しの噂を聞きました。ハリソンさんの夫婦が誰かに殺されたというのです。それを先生に知らせようと思って急いで帰ってくると先生は見えません。先生も人殺しの噂を聞いて私と行き違いに出て行ったのかもしれないと思っていましたが、先生はそれっきり帰りません。念のために異人館へ聞き合わせに行きましたが、先生は9日以来一度も来たことはないというのです。今日でもう7日になりますが、先生の便りはわかりません。私が横浜へ行った留守にお客さんが来て一緒に江戸へ行ったのかと思いますが、それも確かにはわかりません。さっき江戸へ行ったと言ったのは嘘だね。確かなことじゃねえのだね。恐れ入りました。大川へ投げ込まれた早桶の主は、確かに島田正吉で、おかくに誘い出されて、どこかで殺されたに相違ないと、半七は鑑定した。先生とおかくが飲みに行くところはどこだ？それは神奈川の大の江戸屋であると、五八は答えた。三五郎を万人に残して、半七は松吉を連れてすぐに江戸屋へ行った。そこの帳場で聞き合わせると、島田とおかくは9日の四つ半、午前11時ごろからここの2階へ来て、八つ半、午後3時ごろまで差し向かいで飲んでいたが、島田は正体もなく酔いつぶれてしまったので、おかくはカゴを呼んでもらって、彼を助け乗せて帰った。いかに酔いつぶれていると言っても、目と鼻の間の近いところをカゴに乗せて帰るのは少しおかしいと、半七はそのカゴ屋を呼んで詮議すると、彼らはおかくに頼まれて正体のない島田を生麦の立て場まで送ったというのである。おかくもカゴについて行って、そこの立場茶屋へ島田を助け入れ、相当の逆手をやってカゴを戻した。カゴ屋の話によると、島田は前後不覚に酔っていたが、決して死んではいなかった。死んでしまっては6号の私を超えるのが面倒であるから、島田はまだ生きていたに相違ない。正体もなく酔わせておいて、おかくは自分の注文通りの場所へ運んで行ったのであろう。女の手一つでそれをしとげたか、途中から手伝いの者が加わったか。いずれにしてもその後の成り行きは想像するに難くない。
しかも島田の額に犬という字をなぜ書いたか。それは依然として解きがたい謎であった。ハリソン夫婦を殺した下手人もおかくであることは大方想像されたが、彼女がなぜ偉人夫婦を殺すに至ったか、その司祭はやはりわからなかった。おかくは8日の夜のうちにハリソン夫婦を殺し、合わせてその犬を殺し、その翌日は島田を誘い出して殺した。この筋道に間違いはあるまいと思われるのであるが、なぜ殺したか、どういう方法で殺したか、半七はその判断に苦しんだ。おいまつ、ここでいつまで悩んでいても仕方がねえ。ともかくも写真屋へ帰ろう。江戸屋を出て本宿へ差し掛かると半七は往来の真ん中で二匹の犬の戯れているのを見た。六。調子に乗っておしゃべりをしているとあんまり長くなりますから、もうここらで打ち止めにしましょう、と半七老人は笑った。おかくはどうなりました、と私は聞いた。無論、召し取りましたよ。おかくは本所一つ目の乙女という女神ゆいの二階に隠れていました。早おけを担ぎ出したのは、乙女のせがれの国蔵と愛長屋の陣八というやつで、国蔵はおかくと関係があったのです。前にお話し申した通り、おかくは神原の屋敷の馬蹄と出来合っていたのですが、その馬蹄の平吉が挙げられるとすぐに国蔵という後釜をこしらえる。その他に写真屋の島田と関係する。外国人のハリソンにもお膳を据える。いや、もう乱脈でお話になりません。国蔵は小ばくち謎を打つやつで、陣八も同じ仲間です。この二人がおかくに頼まれて、島田の死骸を入れた早おけを担いで、押し上げあたりの寺へ送り込むつもりで、日の暮れ方に出て行くと、あいにくに横網の貸しで滝地に出会った。滝地の方じゃ、よくも覚えていなかったんですが、国蔵の方じゃ、滝地の顔を知っていて、ここで手先に見とがめられちゃ大変だと思って、根がそれほどの悪党じゃありませんから、慌てて早おけを大川へ放り込んで逃げ出した。そんなことをすれば、なおさら怪しまれるのですが、度胸のない奴がうろたえると、とかくにそんな子孫じをするものです。どっちも気の小さい奴ですから、滝地に睨まれたと思うと、なんだか気味が悪くって、自分の家へは寄りつかれず、その後は深川あたりの友達のところを泊まり歩いていましたが、おかくは女でもずうずうしいやつ。平気で乙女の二階に転がっているところを、とうとう滝地に探し出されました。おかくはおとなしく召し取られましたか。いや、それが面白い。その取り物には滝地と松吉が向かったのですが、女でも油断がならねえから、不意打ちを食わせろというので、時刻は一もしごろ、おかくが裏の空き地で行水を使っているところへ飛び込んで、ご用。いくらおかくでも裸で逃げ出すわけにはいきません。お手向かいはいたしませんからご猶予を願いますと言って、体を拭いて浴衣を着て素直に惹かれてきましたが、おかくは、奉行所の知らせへ出たときに、それを言いまして、いかにお上の御用でも、
女が裸でいるところへ踏み込むのは無法だと訴えました。すると、吟味与力の藤沼という人が、お前はそれほど女の恥を知っているならば、素裸の写真を偉人になぜ撮らせた。これを見ろと言って、例の写真を投げてやると、おかくもさすがに赤面して一言もなかったそうです。そこで人殺しを白状しましたか？白状しました。ハリソン夫婦を殺したのも、島田を殺したのも、みんな自分の仕業だと白状しました。島田のことはともかくも、偉人殺しの方は確かな証拠がないのですから、あくまでも知らないと、強情を張り通せないこともないのですが、お格が挙げられると、後から続いて、国蔵も陣八も挙げられる。こいつらがベラベラ喋ってしまいましたから、島田の死骸を捨てさせたことは、もう隠しおおせません。こうなれば、一寸切られるも二寸切られるも同じことで、所詮人殺しの罪過は逃れられないのですから、当人も覚悟を決めたのでしょう。もう一つには、私の工夫で一つの攻め道具を見せてやりました。どんな攻め道具です。島田の弟子の五八に言いつけて、川から引き上げた犬の死骸を写真に撮らせて、お格の目の前に突きつけさせました。この妖精をむごたらしく殺したのはお前の仕業だろう。お前がなぜこの妖精を殺したか、神ではもう調べ済みになっているぞと言いますと、お格はその写真を一目見て、いよいよ赤面して恐れ入ったそうです。そんな攻め道具をどうして思いついたかと言いますと、私が神奈川の料理茶屋を出て写真屋へ帰る途中、往来の真ん中で2匹の犬がふざけているのを見たのが始まりで、それからふっと考えついたのです。どんなことを考えついたのです。さあ、それは少しお話ししにくいことで、と老人は顔をしかめながら微笑んだ。お格の白状をお聞きになれば自然にわかりますよ。その白状によると、まずこうです。ヘンリーは私に隠していましたが、ハリソンとお格との関係について、女房のアグネスは、嫉妬を起こして、家内はかなりに揉めていたらしいのです。そこで6月晦日の朝、朝と言ってもやがて昼に近い頃だそうですが、お格は島田と一緒に異人館へ出かけて行くと、今日は晦日の勘定日で、ハリソンは店の方へ出ていました。その留守に、アグネスと島田とお格と三人でしばらく話していると、そのうちに島田がお格に向かって、細君もお前の彫り物を写真に撮りたい。今度は丸裸になるに及ばない。ただ、諸肌を脱いでカニの彫り物を見せればいいのだというのです。それで15ドルくれるというので、お格も承知しました。それから奥の人前へ入って、暑い時分ですから帯を解いて、お格は片びらの諸肌を脱いで椅子に腰をかけて待っていると、やがて一匹の大きな妖犬がのそのそ入ってきて低くうなりながらお格に迫ってくるのです。これにはお格も驚きましたが、窓の扉が固く閉まっていて、どうして開けるのかわからない。入り口の扉にも、いつの間にか錠が下ろしてある。慌ててお格は、諸肌を入れて、部屋中ぐるぐると逃げ回っていましたが、
何しろここへ閉じ込められて逃げ出すことができない。こうして一時ほども過ぎた後に、誰が開けたか知らないが、入り口の扉が自然に開きました。おかくは真っ青になって出てきました。犬もおとなしくついてきました。おかくは黙って帰ろうとすると、島田も出てきました。二人はやはり黙ったままで神奈川の家へ帰りました。これはおかく一人の申し立てで、アグネスも島田も死んでしまったのですから、確かなことはわかりません。一体何のためにこんなことをしたのか、犬を使っておかくを噛み殺させるつもりか、それとも何か他に目的があったのか、それらのこともわかりかねます。アグネスもおかくに嫉妬を抱いている。島田も他に男があるというので、おかくに嫉妬を感じている。その二人が共謀して、何かおかくを苦しめるつもりで、こんなことを企てたらしいと想像するの他はありません。おかくが無事に出てきたので、二人は当てが外れたかもしれません。いずれにしても、おかくは真っ青になって怒って、家へ帰るとすぐに島田を殺そうとしたくらいですから、よくよく悔しかったに相違ありません。三人を殺そうと決心して、おかくは一旦江戸へ帰って、国蔵や陣八と打ち合わせをした上で、7月8日に横浜へ引っ返してきました。勝手を知っているハリソンの家へ酔いから忍び込んで、寝台の下に隠れていて夜の更けるのを待って、まずハリソンを刺し殺しました。アグネスが驚いて跳ね起きて窓を開けて庭へ飛び降りると、おかくも続いて飛び降りた。その時、例の要件が出てきて、本来ならば主人に加勢しておかくに吠えつくか噛みつくかしそうなものですが、かえっておかくにけしかけられて、主人のアグネスに飛びかかってとうとう噛み殺してしまったというわけです。飼い犬に手を噛まれるとはこのことで、犬はよっぽどおかくに懐いていたものと見えます。そのご褒美に犬はおかくの手からマチンをもらいました。その毒に当たって倒れるところを前に申す通り、目玉をくり抜いたり腹を裂いたり、散々に切り刻んで川へ投げ込んだ。犬はおかくに懐いていたが、おかくはよっぽど犬を憎んでいたのでしょう。大きい犬の死骸を運ぶのは女の手一つでは難しい。表に国蔵か陣八が待っていたのだろうと思いますが、二人は知らないと言います。おかくも自分一人でやったと言っていました。さて、その翌日は、写真や殺し。これはもう大抵お分かりになっていることと思います。生麦の立場茶屋には国蔵と陣八が待っていて、島田を別のカゴに乗せて江戸へ送り込みました。島田はモルヒネを飲まされて死んだのです。こんな手数をかけてわざわざ江戸まで運んできたのは、うかつなところへ死骸を捨てられないのと、ハリソン夫婦を殺した下手人を島田に塗りつけようとする企みであったのですが、もう一つには島田の額に犬という字を書いて、犬のようにして埋めてやりたいと思ったからだと言います。アグネスと島田はともあれ、ハリソンまでも殺したのは、じっとわかりかねますが、一つ部屋に寝ているハリソンを先に殺してしまわなければ、
思うようにアグネスを殺すことができないからだと、おかくは言っていました。そうなると、とんだ巻き添えですが、こんな女にかかり合ったのが災難と、諦めるのほかはありますまい。この以上のことは、おかくもあらわに申し立てません。役人たちも、深く立ち入って詮議をしませんでした。五八もうすうすはその秘密を知っていたらしいのですが、これも知らないと言って押し通してしまいました。私にもお話はできません。それで、おかくはどうなりました。もちろん、命が二つあっても足りないくらいですが、女牢に入れられて吟味中、流行の端かに取り憑かれて三日ばかりで死にました。おかくにとっては、端かの流行がもっけの幸いであったかもしれません。例の彫り物の写真は、ヘンリーの方でもいらないというので、町奉行所にそのまま保管されていましたが、江戸が東京と改まって、町奉行所の書類一切が東京府庁へ引き渡された時に、写真などはどう処分されましたか。おそらく焼き捨てられてしまったでしょう。コックの富太郎と雇い女のお歌が主人夫婦の変死について、少しも知らないのはおかしいというものもありましたが、全く知らないと分かって許されました。二人は夫婦になって、後に西洋料理屋を始めました。五八は後に、宇都宮御用といういかめしい名乗りをあげて、横浜では売り出しの写真師になりました。私もこの人に写真を撮ってもらったことがあります。老人は手文庫の底を探って、明治初年の古い写真を出して見せた。